どうも、お久しぶりでございます。ディニキチです。ということで、まあ、近況報告ということで、まあ、ちょっとね、このチャンネルの行方についてという感じなんですけれども、まあ、簡単にご説明します。ディニキチね、ちょっと、麺が減らってました。ちょっとね、メンタルが減らっておりまして、まあ、季節性の多分、ものだと思うんですけど、うつ病的な部分ですね。で、ちょっと、うつうつとした日々を送っておりまして、なかなかね、動画とかね、こう、カメラ回すということ自体もちょっとできなかったんですけれども、まあ、この間にも、だいぶ太っちゃったんで、またちょっとダイエットしなきゃいけないなと、うん、思いつつですね、まあ、まだちょっと、動画の、まあ、撮ったストック自体はあるんで、新しいのはちょっと撮影がまだ追いついてないというか、まあ、とりあえず、今回一発目と、いうことなんで、まあ、過去に撮りためた、映像の中から編集してですね、また毎週金曜日ね、週1に上げるというような、形になると思います。で、もう本当にね、ご心配いただいた皆さんね、ありがとうございました。無事にね、何度か復活することができましたんでね、またね、まあ皆さんに面白いと思ってもらえるような、動画っていうのをね、出していけたらと思います。うん。で、まあ以前よりもね、パワーアップした形でできればな、というふうに思っておりますんで、よろしくお願いいたします。うん。で、ついでにこれ、便乗企画ということで、もう復活第一発目でございます。はい。体重がね、今90キロぐらいになっちゃったんですよ。なかなかいい感じのデブになっちゃってまして。で、筋トレもね、もう1ヶ月以上やってないような感じかな。うん。筋トレらしい筋トレも、だいぶ筋肉も落ちて、脂肪も乗ってきたということでですね、皆さんが、どうなの？これってよく聞くけどどうなの？っていうダイエット法を2週間ぐらいに2日がやるっていうね、企画もちょっとやってみようかなと思っておりますんで、はい。よろしければですね、コメント欄の方にですね、〇〇ダイエットみたいなやつを打ち込んでいただければですね、それをちょっとやってみたいなと、うん、面白そうだなという。まあ、懐かしいってやつでもいいですよ。朝バナナダイエットとか、朝食リンゴダイエットとか、朝カレーとか。で、まずはですね、スタートラインとしては、うん、特に食事制限せずに、運動だけ、うん。運動だけプラスしてみたらね、どういう推移をしていくのかというのをね、また2週間ほど撮っていきたいと思います。はい。というわけでね、特に、締めが見つからないんですが、今後とユニクロ TV ね、よろしくお願いいたします。はい。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。